リッセンモモカのお魚料理できるかなクッキング、イエーイ。どれくらいぶりですかね本当に久しぶり、はい、久しぶりですよね、はい、で前回はアジとタイをさばきましたけれども、うん、あれから魚さばいているんでしょうか。そうですね、ちょっとできてないかもね。そしたらまず一回思い出すためにもアジご用意しているので、早速ちょっと復習がてらさばいてみましょうか。はい、というわけで、まな板の上にアジご用意させていただきました。はい、三枚おろしまでいい。三枚おろし、はい、はい、やっていただきましょう。はい、覚えてるかなでは行きます、はい、まずゼイゴ、はい、もうこの時点の記憶がなんか薄くですね。分厚い。もっと綺麗なはずな。あ、でもまあ。その後は。はい。じゃ裏もしていきます。でもファンの人に動画見ながら手が怖いって。なんか怪我しそう。前回もスタッフさんがすごい心配した目でずっと私の方を見てたので。ドキドキして結構か。もう切れ味はいい包丁。まあそうですよね。家とかで使ってる。あ、で、あのなんか前回より遅い気がする。まだある。はい。はい。そしたら鱗を切っていきます。昔の感じが今記憶がちょっとずつ思い出してきて、思い出しては、はい、内臓を洗っていきます。やってくうちになんか思い出すってありますよね。思い出します。なんか記憶が本当に、あ、こうやってたなみたいな。さあ、ここからですね、はい、いよいよここからが三枚おろしの本番。ここから覚えてるかってとこですよね。ここで覚えてるかな、切り込み逆滑らすようにって感じだったけど、そうですね、ギコギコじゃなくて、なんか懐かしいですね、この前回も言いましたけど、うん、日本一静かな料理番組本当聞いてる間無言になるっていう、そう、もう集中しすぎると口が動かなくなるから今日のあの釣りもそうですけど、あの集中すると怖いぐらい真顔になって、はい、1枚おろしがまず2枚おろしですね。あ、2枚これで2つ、これで2枚で、はい、次ですよね。はい、そうですね、そうですね、間違えます。はい、できました。素晴らしいです。なんとか。あ、すごく綺麗ですね。ほとんど骨の周りに身もないし、はい、なんかちょっと最初のあれがあって端にあるんですけど、だいぶ薄く。すごいすごい。覚えてました。素晴らしいですね。これでどうしました。爆弾処理かっていうぐらい静かすぎて。二人いても。二人いてこんな感じ。沈黙だった。というわけで、まあ、無事にね、こう3枚も下ろせて、はい、ある程度の包丁の感覚も取り戻したと思うので、ここからが本番です。はい、今日は新たなものを、さばいていただきます。はい、さばいていただくものは、はい、イカでございます。嬉しい。
イカ好きです。イカ好きですか。イカ好きです。もうめっちゃ買って帰ります。イカをうまくさばいて、イカ刺し、イカそうめん。刺し。はい。やったー。作っていきたいなというふうに思います。はい。では、まな板の上にはヤリイカが。はい。イカ刺しですね。イカ刺し。嬉しい。でまず足の部分を持ってもらって、はい、中の綿ですとかその辺をちょっと一回、引き抜いてもらって、中のってことです、ね。で多分くっついてると思うんですよ。なんか、はい、糸ね。それをちょっと剥がしつつ。端と端でくっついてる。はい、おお。よく見るやつだ。綺麗にいけた。私お寿司で一番イカが好きで、イカによってもちょっと違うくて食感が、ヤリイカも好きだし、マイカも好きだし、ソデイカも好きです。詳しいですね、イカ。そうですね、なんか前昔イカを食べた時になんか違いがいっぱいあった、なんかなんでこのイカは柔らかくてこっちのイカはコリコリしてるんだろうって疑問が出て調べたらイカの種類が違う。でなんかお寿司のお店によってもそのイカが違うって、イカに詳しいですよね。いけるかな。おお、すごい。剣みたいな。次はこのエンペラーの部分ですね。はい、エンペラーの真ん中の部分に指を入れて、はい、真ん中、はい、そのあたりですね。あ、そして、はい、で今度はそのままぐーっと引っ張ってください。いきます。ぐっ、おお、はい、すごい、はい、こんな簡単にイカは手で、なんか楽しい。スローンって感じ。なんかあの魚に比べるとそこまでなんか手間ではないと思うんですけど、うん、ここまで。そう、魚よりちゃんと口が動きます。やっぱ包丁使ってないからですかね。そうやってね、包丁使うと怖くなっちゃう。今度は、はい、開きましょうか。おお、はい、1枚に。そうですね、1枚。また黙っちゃう。1枚に、じゃーん、できました。できました。はい、はい、おお、よく見る。あとは縦に線を、そうめんみたいな、はい、そうめんのように線を入れて、はい、ここで出来栄えが、なくなってる気がする。難しい。太いかな。でも太めのやつも見たことが、なんか見えないから白で、むずいですね。プロの人はすごい。でも一通り全部に切り込みが入りました。お。これに、じゃあ綺麗にちょっと、じゃあ綺麗に盛り付けましょう。じゃあ中に入れて、よく刺身売り場で売ってるあれですよね。そうです、そうです。私よく買うので見慣れては。で、折って、折って、イカそうめんの完成です。じゃん。はい、じゃあいただきます。うれしい。コリコリ、おいしい。よく私イカが好きなので買って帰るんですけど、すごい新鮮だから
めっちゃ今までで一番美味しい。いくらでもいける。うん。おいしい。というわけでじゃあ初めてイカさばいてみましたけれどもいかがですか？うん、でも思っていたよりも簡単で、多分この動画を見てる皆さんもなんかできるんじゃないかなって思うので。ぜひ真似してほしいですし、私もなんか魚とかよりもイカの方が家で作ってイカ刺し食べやすそうだなって思ったので、今度チャレンジしてお母さんに振る舞おうかなって思います。おいしい。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てねー。